どうももニートですいいつもご覧いただきあそうぞう,そう先にねちょっと言いたいことがありましてあのねいつもコメント評価登録してくださってる方々本当にありがとうございますえどういうことかと言いますと最近ですねおなきん始めますって人とか「え、ニートお前ネガティブだったの、ね、にポジティブになったのかすげえやん」って言ってくれる人とかリスナーさんね <laughs> とか「あ僕1週間おなきん達成しました」っていうリスナーさんが こうコメントをくれたんんですねあなんか嬉しいなって思っちゃってなんか俺の動画でその別に俺が偉いだろうみたいな俺がすげえだろうみたいな俺のおかげみたいな全然全く思ってなくてよく俺の動画に俺,を見俺の動画を見たりとかあと俺の動画にコメントをしてくれたりとかしてなんかえありがとうございますみたいなね <laughs> よくすげえなと思ってよく俺の動画でそれを発表してくれたねみたいないやあれですよバカにしてるんじゃなくてすごいなってありがとうって気持ちと その俺,俺みたいな人に対してそうやって誠実にねコメントしてくれてあ嬉しいなって思ってでなんかそのコメントを見た時に「えー、すげえ俺も頑張ろうかな」みたいにちょっと思いました別に頑張ろうかなぐらいですよ「俺も頑張るぞ」じゃなくて「あ頑張ってみようかな」みたいに思ってます、えー、なんか本当にねそういうのが自然に嬉しくて本当にねなんかポワーっとして嬉しいなと思ったんでちょっと今申し上げました、はい本当にねいつもありがとうございますはいということで本日タイトル通りなんですけど私ニート 35日目を達成することができましたイイエーイって感じでございますはい35日目としてはもはやねこなんかやっぱ1ヶ月達成しちゃったから少し落ち着いたかもいやムラムラしてるようん普通に全然ビンビンだし朝とかだけどなんかちょっと自負ができるというか自負っていうの,あの自信がつくって言った方がいいかなもう1ヶ月経ったからなんかもはややんなくていいんじゃないみたいなわかるこの。 1>, そう1ヶ月達成したことでもう土台ができちゃって感じであまあ別にやんなくてもいいかなみたいなで、まあ、逆にたまに一瞬出るのがいやもう1ヶ月貯めたんだみたいな35日も貯めたんだ俺みたいなもうぶっ放しやるってやりてえやつやみたいなそういう自分ももちろんいるただなんかうん他のことに意識を向けるから筋トレとかあの読書とかうんなんかそういうのに向けると自然と落ち着いてる今自分がいますって感じでございますだから体調とかも結構今最近は うんいいっすねなんか眠気ぐらいあるぐらいで基本的になんかすげえ体が苦しいっていうのが今ねえな思えばすごいねうんすげえはーいすごいなこれはすげえな <laughs> って感じでございます。はいで,あで今日ね一つエピソード話しししておままいにしたいいにたと思います、えー、僕ですね結構ねその物を手放してきたんですねここの1年間いや2年間で今年とか昨年から結構急激なものを手放すことが増えました。 あの2年前とかは、まあ、いわゆるちょっと不要かなもういいかなっていうのを手放してたんですけど昨年の12月とか、まあ、僕が辞めて仕事辞めてニートになったりとかもうちょっとメンタル本当にうつ病みたいになっちゃった時とかあとはこの今日最近までの自分で結構ものは手放してきましたそれこそメルカリ、えー、とブックオフジモティで普通にゴミを捨てるっていう感じなんですけどあそれでね気づいたんですよ本当に気づいちゃったことがあって。 あ服はあちょっとそれは言い過ぎたかないわゆる普段着って感じですね僕がいいなって思う服いわゆるまあ清潔感があって別に匂いとかねそんなボロボロでもなくてって服あの着てて自分があかっけえないいなって服あとは他人がどう見てもあそれいいねってそれかっこいいねってあそれどこで買ったのみたいなあまあいいんじゃないその服みたいなあいい匂いみたいな服 であの、もう一つがあの普通になんだ、うん、まあまあまあそういう感じですね。この普通服いわゆる普段着ですよ。がなくなってたんですね。はい <laughs> ちょっとね最近服をだから僕録動画撮ってて見たりしたら基本的に同じような服を着てるんですよ。で別にいいんですよあの。同じような服を着てるのを悪いと言ってんじゃなくて僕自身がその使い回しをしなきゃいけない環境に今いるんでこういう格好で出ると逆に言うとこ,うこ,こ,これとかすごい僕。 寝る時に着てたんですよ。寝巻きというか、あの、ユニクロで買ったやつで、肌触りが良くて、寝る時とか、あと今運動する時とかに着てるんですけど、今日今これ、普段着として着てます。なぜかというと、これと、あとそのカンボジア T シャツみたいななんか、英語が書かれてる。あんま僕着たことないんだけど、これも実は、あの、最近見つけたやつなんですとか、あと灰色のね、無地 T。あこれしかなくて。 であと一応あれねアディダスのランニングジャージみたいなけどいわゆるそれはあれじゃんランニングだからなんだけどこれぐらいしかなくて3着しかなくて <laughs> えだからなんか雨降った日とかにこう服を干してるじゃないですか家とか部屋とかにそうすると着る服がなくて <laughs> それで今これを着てたんですよで今回それがやばいと思ったんでいわゆる僕の場合人にも会うしで相手も結構女性とか大人が多いんであの仕事でねそういうことがあるんで もうこうやって、こういう服でも別に悪くないんですけど、これとかって結構普通に乳首が見えちゃうんですよ。立っちゃうんですよ。これ一応着てるから一応ガードはできてるんですけど、そう。だから少しこう、肉厚な生地とかいいし、僕自身もこれを着てるよりは、ちょっとこう、かっこいい服、自分自身がかっこいいなって思う服をやっぱ着たいと思ってるし、それこそ匂いとかもやっぱね、いっぱい着てたりするこれとか本当に汗臭いんですよ。まあ、そういうように着てるからね。 寝巻きとかンンとかかランンニグ用だからだからもう今日久々にあの別に僕クオリティとかそんな求めてないしブランドとかも今お金ないからそんなこだわれないし持っててもすごい逆にみそばらしいから買えないんですけどあのとりあえず GU に今日は行ってあのビッグティーってやつをね3枚購入してきました黒色黒色白色みたいな感じでとりあえずこれでねある程度5日間ぐらいはとりあえず服をこうローテーションできるようになったんであもうね皆さん服は大事ですよ。 本当ある程度清潔感があってでサイズ感もあの良くてであの靴とかもねある程度綺麗でみたいな感じで揃えておけば特に問題ないんですけどあのちょっとね自分で手放しすぎたのがいけないんじゃなくてあの自分自身がいろいろ今チェンジをしてるから服の系統とかも変えてますしあとスタイルもねこの今の生活スタイルも変わってきたしそう,そういうのがあったから結構服の手放し 肩とかあと物のねその状態とかも変わってきたんで、まあ、今回は別にこれ今だから手放す方はいけないよねとかじゃなくてちょっと自分自身が今いいところに来てでそういう話をちょっと今しておきたいなと思ってこの動画を撮らせていただきました、まあ、ちょっと長くなっちゃったんですけどね、まあ、今日のシンプルなちょっとエピソードとしてはそういう感じです。服が結構なくなってたんで新しく久々に買い足して買い足したよって感じで。 今それでとりあえずローテーションしてしっかりね、あの、生活していきたいなと思っております。はい。ということで本日ね、ちょっと長くなってしまいましたが、こんな感じでございます。この動画がいいと思ったらぜひ評価とコメントお願いします。あと、チャンネル登録もよろしくお願いします。ということで本日もご視聴ありがとうございました。